世話になっております。カメラの名にはスタジオ728アベノ&店の安松です。今回は前回に引き続きシグマさんから発売前にレンズをお借りしてきました。フルサイズ対応のコンテンポラリー i シリーズの第7弾、圧倒的コスパの広角レンズとなります。ぜひ最後まで見てみてください。早速ですが今回ご紹介するレンズはこちら、シグマ 20mmF2DGDN コンテンポラリー。今回も発売前に特別にお借りすることができました。シグマさんいつもありがとうございます。それでは早速レビューをしていきたいと思います。まずはざっくり商品のスペックをご紹介していきます。こちらのレンズはソニー E マウントと L マウント、それぞれ2ラインナップされています。対応センサーサイズはどちらもフルサイズ用となっております。もちろん APS-C のカメラでも画角は変わってしまいますが使用は可能です。そして開放 F 値はなんと F2.0、 広角単焦点としてはかなり明るい設計ですね。しかしながら実際に手に持ってみると非常にコンパクトに作られているのがわかります。最短撮影距離は 22cm となっているので、スナップや料理写真を撮るにもちょうどいい最短撮影距離ではないかなと思います。表面の質感に関しては i シリーズ特有の金属の鏡頭が非常に高級感があって好印象です。ソニーの α シリーズに取り付けてもかなりマッチする外見だと思います。ヘリコイドや絞りリングのトルク感もちょうどいいので撮影が楽しくなりますね。さてここからはレンズの性能検証を行っていきたいと思います。今回はソニー E マウントの高画素機、こちらの α7R4 で実際に撮影をしてみました。周差や周辺原光に関してはカメラ側で補正を行うことが前提のレンズとなっているため、今回は補正オプションは全てチェックを入れて検証しています。まず画質解像力に関してですが、開放からかなりシャープな描写です。周辺部も同様に開放からシャープで絞り込む必要がないと感じる性能だと思います。次に逆光耐性に関してですが、撮影日の天候が悪かったため太陽ではなくモノブロックでテストをしてみました。かなり酷な条件でのテストですが、ゴーストが一部に現れただけなので逆光耐性に関してはかなり高いのではないかなと思います。次に周差に関してですが、色周差に関してはこんな感じでコントラストの激しい場面ではパープルフリンジが出てきていますが、そこまで強烈ではないのでソフトウェアで簡単に補正が効く範囲といった印象です。コマ周差に関してはフレーム端でも見られなかったので非常に好印象です。次にボケ味に関してです。ボケは前ボケ後ボケともに癖のないボケで非常に使いやすいレンズだと思いました。今回はモデルさんに協力をいただいて夜間ポートレートでも実際に使用してみましたが、ピント面のシャープネスの高さに反してボケ味は非常に素直ですね。玉ボケに関しても年輪ボケ等はなく綺麗です。後継色はフレーム端に近づくにつれ早い段階で出てきています。次に AF 駆動に関してです。まず AF の動作はかなりスムーズで音も無音と言っていいと思います。フォーカスブリージングに関してはピントが大きく動いた場面で少し気になりました。動画用途でご検討の方は実機を触ってチェックをいただいても良いと思います。最後にポートレート写真を撮影した際の感想を紹介していきます。AF の駆動が速いこともあって被写体にストレスを与えない非常にスムーズな撮影ができたと思います。描写も非常に素直なので広角レンズを使ったポートレート初心者の方でも使いやすいレンズなのではないかなと感じます。中望遠のポートレートでは味わえない独特な画角はとっても楽しいのでおすすめです。さてここからはレンズの総評に入ります。まず質感の良さ、そしてコンパクトさ、さらに開放 F2.0 の明るいレンズなのでこれだけで非常に魅力的なレンズだと思いますが、解像力の高さやボケの質感など広角単焦点レンズでありながらかなり使いやすい印象でした。加えてコマ周差も見受けられなかったので星空撮影などでも即戦力になるレンズだと思います。加えて動画用途でのご使用もおすすめできる AF 性能、静粛性だと感じました。使い勝手の良い広角単焦点レンズをお求めの方にはとてもおすすめできるレンズだと思います。最後に気になるお値段に関してですが、なにわグループオンライン価格税込み 79,200円となっております。価格もフルフレーム対応の F2.0、 そして広角単焦点のレンズがこの値段というのはかなりの破格だと思います。絶対に買って後悔をしないレンズだと思いますので、機会があれば皆さんぜひ触ってみてください。以上で今回のレビューは終了です。このチャンネルではカメラのレビューや検証、さまざまな企画にチャレンジしています。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。お店にもぜひ遊びに来てください。それでは。